トケラウの最南端に位置する、ファカオホォ干渉ファカオホ村の広場ファカオホの地図ファカオホ・島は、トケラウの島。トケラウ三島のうち最も南にある。以前は、バウニッチ島の名で知られた。ファカオホは干渉であり、中心に約45平方キロメートルのラグーンがあり、それを囲む、サンゴ礁の小島からなる。陸地面積は2.6平方キロメートルである。 2006年の国勢調査では483人がこの島に正式に居住している。住民のうち70%は海舟派教会へと属しており、22%はカトリック教会に属している。島のうち最も人口が多いのは干渉の西側にあるファレ島である。その西 2km にあるフェヌア・ファラ島2960年に2つ目の入植地が作られた。 その他に、ファカオフォには他に、デアフア、ヌクマタウ、ヌクラキア、フェインアロア、ソーマティホンガ、モツアケア、マタンギ、ラロ、ミューリー・フェンアなどの小島がある。ファカオフォ長老評議会は60歳以上の市民によって構成される。ファカオフォは、チャールズ・ワイクス司令に率いられた1838年から1842年の、 アメリカ海軍の探検航海によって発見された。バウディッチ島という名は、アメリカの数学者で広報に多大な貢献をしたナサニエル・バウディッチにちなんで名付けられた。島はイギリス領となり、やがてニュージーランドに移管された。ミリオーネ全世界時点14巻アメリカ産オセアニア南極 P316 学習研究者賞は五55年11月1日初版。 2006センサスタブヤラーレポート2008年3月7日時点のオリジナルよりアーカイブ2008年4月5日閲覧ありがとうございます